アトランティックエアウェイズはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。1987年にフェロー初当時政府とデンマークのシンバエアーとの共同出資で設立。シンバエアは航空会社の運営に関する分野で同社の立ち上げを支援した。当時シンバエアはスカンジナビア航空、マースク航空とともにダンエアを結成しており、 海外自治療を含むデンマークの国内線はこの会社の名義で厚生各社が運行していた。マースク航空はボーアル空港とコペンハーゲンを結ぶ路線を運行しており、これと競合する他社の立ち上げを支援するシンバーアーの行動は提携に反するものとして2社の間で紛争となった。1988年 BAE146 を導入し、 フェロー諸島とコペンハーゲンを結ぶ路線の運行を開始した。1989年にはフェロー諸島自治政府の全額出資となり、自治政府は本拠地となるボーアル空港に格納庫を建設するなどの支援を行った。滑走路が短く、乱気流や霧が頻繁に発生するボーアル空港発着路線の運行は、設立直後の同社には困難の伴うものであり、 当初は厳しい経営状況が続いた。1990年代後半には徐々に路線網を拡大し、1995年にはレイキャビークへ、1997年にはオーフスへの路線を開設した。1994年にはそれまで公共交通企業、ストランドフォレスキップランドサインズの1、部門 SL ヘリコプターズが行っていた。 諸島内でのヘリコプター運航業務も移管された。現在は、コッペンハーゲン国際空港など、欧州各地とを結ぶ路線を運航しているほか、諸島内の離島を結ぶ、ヘリコプター路線やチャーター便も運航している。2018年現在フェロー諸島、ボーアル空港デンマークコッペンハーゲン、空港オールボー空港ビルン空港ノルウェーベルゲン、空港アイスランドレイキャビーク空港イギリスエディンバラ、 空港その他、バルセロナ、パルマデマヨルカ、グランカナリアなどに季節チャーター便を運航。また、運航機材は、スカンジナビア航空一択便として、ロンドンヒースロー空港やアイルランドダブリン空港などに飛来することもある。ありがとうございます。